皆さん、こんにちは。こんにちは。先週、まあ、悔しい、個人的にはすごい悔しい試合、長野と引き分けで終わってしまったわけですが、まあ、気づけばもう1週間経つわけで、こうやって皆さん横浜に集まっていただいて、ね、まだ始まって3試合とはいえ、もう今日で3試合目です。この調子でいったら1年間本当にあっという間に終わっちゃいます。なので1試合1試合本当に悔いないように後々後悔しても本当に遅いんで、僕先週の試合終わった後に、この先週得た勝ち点1を有意義なものにするために来週以降本気でやっていきましょうって多分僕そう言ったと思うんですが、そのためにまず今日1発目切り替えて、こっから本当に勝ち点3積み重ねて最後には笑ってシーズンオフ迎えられるように今日から1発目先週よろしくお願いします。イエーイ。っていうのもありますけど、こんな京都の人は集まってもらってます。だからアウェイだろうが関係ないよ。おい、向こうの OS の選手サポーター全力で許してろ。おい、バンザーゼルビアン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 、なので今日1日この調子でよろしくお願いします。全員で最高。